はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦は日本 TI-4 戦艦の金剛です。日露戦争日本海海戦でロシアバルチック艦隊に勝利した日本海軍だったんですが、日本海軍の主力艦艇は戦艦ミカサをはじめですね、イギリス製などの海外製だったんですね。そこで戦後ですね、戦艦の国産化が重要な課題となっていて、戦中からですね、建造を始めた薩摩型などがですね、戦後にようやく完成するんですが、それらの純国産戦艦もですね、イギリス海軍の最新戦艦ドレッドノートの、せいでですね、一気に旧式のですね、戦艦となってしまうんですね。欧米の技術革新に追いつくために、再びですね、日本はイギリスにですね、戦艦の建造を依頼し、この金剛がですね、イギリスで建造されました。同型艦は4隻で、残りの3隻、比叡、榛名、霧島は金剛の設計をもとにですね、国内で建造されています。主砲は356mm で、当時はね、最大口径の主砲で、当時最強のね、戦艦の遺跡だったと言えると思います。ワールドウォーシップスに登場しているこの金剛の見た目は、実はですね、金剛ではなく比叡に似た見た目となっているんですね。比叡は後の大和型戦艦の建造に際してですね、そのテスト艦として様々な技術が導入されて、環境の見た目などもですね、大和型と似た設計となっています。太平洋戦争当時はですね、30年近くの、建造してからね、30年近く経った戦艦ではあったんですが、日本海軍の戦艦の中でもね、非常に速力が優れていたこと、あとはですね、旧式で古い戦艦なので、大和型や、長門型と比べると万が一ね、損害を受けたりとか、最悪撃沈されてしまっても、それほどね、損害が少ない、痛手がね、少ないということで、この金剛型4隻はですね、太平洋戦争序盤から終盤にかけてですね、非常に活躍することになります。ただですね、比叡、霧島は第3次ソロモン海戦で撃沈されていますし、金剛もですね、1944年のレイテ沖海戦の帰りにですね、潜水艦の雷撃を受けて、魚雷2本で、撃沈されてしまっています。榛名もですね、本土に帰還しますが、最後はですね、呉軍港の空襲で榛名もですね、大破して、最終的にですね、榛名は、呉にて、終戦を迎えることとなります。結構ですね、非常に活躍した戦艦ではあったんですが、霧島はですね、このウォーシップスでいうと、金剛がティア4なのにですね、ティア7のですね、サウスダコタ級、いわゆるアラバマですね、このレジェンズで登場している艦ですと、同型艦のアラバマなどですね、ティア7級の戦艦と戦わされているので、いかにですね、厳しい戦いだったかというのが、このウォーシップスから見てもね、わかるかなと思います。ただね、旧式でありながらですね、非常に活躍した戦艦なので、ウォーシップスでもね、かなり人気の高い戦艦の一隻ですね。さあ、じゃあこっちサイドのね、味方も援護していきたいですが、ちょっとかなりね、巡洋艦突っ込んでますけど、これはやばそうで、吹雪もいますね。明らかに敵の数が多いので、やられないようにね、気をつけて。で、ニュルンベルクは撃てないですね。で、ペンサコーラ。撃っていきますが、でもちょっとこれは。一発も当たんない、マジか。やっぱね、今後、対巡洋艦に対してはね、もうちょっとね、精度を上げないと。厳しいところがやっぱ多いですね。今のは点差もずれてましたけど、結構やっぱね、貫通力が高い手法なおかげで、貫通力が高すぎて逆に過貫通してしまうっていうのもね、多いですから。だから艦をね、縦にしてる相手にはそこそこ行ったりもしますが、これは過貫通と。で、でも正面にウォースパイっていいのか。明らかな、これ格上戦艦ですね。38センチ砲を搭載しているので貫通力めちゃくちゃ高いです。こういった相手をね、こういった戦艦を相手する場合はやっぱ艦を縦にしていかないといけないんですが、ただ艦を縦にするだけだとこれウォースパイトからね、艦首貫通されてしまうんですね。なのでできれば艦首に当てずに、この斜めにしたお腹にですね、うまく砲弾を当てて受け流すというね、方法を取るのが基本になりますね。同格の戦艦ぐらいだったら艦を立てていいんですけど、やっぱ格上で貫通力の高い手法は
うん、こんな感じでね、弾かないとダメなんですね。まあよくなんか軽車走行とか、なんか戦車ゲームとかではよく言いますけど、まあ戦艦ゲームもそれと同じで、あの走行がね、斜めになれば、まあ厚みが増すので、まあ今みたいに貫通力の高い手法でも弾けるといった感じになりますね。まあただちょっとこれ、バイエルンが、右にいるんで、このまま敵のサイドに飛び出してしまうと、これはもう、やられてしまうと思うので、ここは一回撤収ですね。右に面かじ切って、まあ、これでね思いっきり胴体撃たれてしまいますけど、まあ、それはもうどうしようもないし、やられるよねマシといった感じで、うん、まあ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 一応許容範囲内のバイタル抜かれなかったんで、まあそんなに痛いダメージじゃないですね。さあニュルンベルクもこれかなり痛いですけど、まあ、今後四方旋回そんなには速くないので、こういった相手にも対処するのが難しいですが、あーまた過貫通か、今日過貫通多いなマジで。ちょっと一回ね本当に、まあ、狙う場所もね、ニュルンベルクは結構後ろの四方あたりを狙うと抜けるんですけど、さあまたペンサコーラ見えてきましたね。いい加減ね苦手意識を払拭したい。でこれは速力がかなり遅めなので、それも読んで偏差していきましょう。でまた燃えたんで、さすがに消火班使って、でペンサコーラ消えましたね。あーでも2枚抜けましたね。これは相手のペンサコーラはほぼ瀕死なんじゃないかなと思いますね。でまたバイエルンが、うん、出てきました。これはまた厄介な敵ですよね。まあ、バイエルンもウォースバイト同様の、まあ、38センチ砲搭載戦艦ですから、まあ、格上戦艦の上に、まあ、主砲もかなり強力という感じですけど、まあ、とにかくね同じように、まあ、艦を縦にして、まあ、防ぐといった戦法でやっていきましょう。で、まあ、一応ね上を狙って主砲、主砲行きましたね。でまた艦を縦にして修理班も使うと。うん、まあ、ただこれはちょっとね貫通されてしまいましたね。さあまた主砲とあたりを狙って、まあ、バイエルン結構主砲壊れやすいんでね、うん、主砲また飛びましたねこれは結構強い。まあ、結構このゲーム主砲壊しやすいんで、バイエルンみたいなね大きめの主砲搭載している戦艦とかだと結構狙ってね機能停止させられますね。でペンサコーラ、あーでも瀕死といっても結構体力残ってますね。まあただ当てられれば仕留められそうですけど、今度はねちょっと大きめに偏差を取って、いやマジか、また過貫通か、これダメだ巡洋艦相手ほんと。さあ状況がね、まあ、いつの間にかかなり不利な状況になってますね。3対、まあ、5ですか。これはね、もうかなりまずいですけど、まあ修理班は一応使い切って、まあ、ちょっとね撤退した間に回復は完了したんですけど、まあ、ここでニューヨークが見えたんで撃っていきましょう。うん、まあニューヨーク相手だったらね圧倒的に貫通力高い方なんで、もうね問題なく貫通できますね。でここですぐ艦を縦にしないと、あ、オッケー、これでね弾けましたね。まあ、ただね、この艦長、近藤信武、まだ自分、レベルマックスじゃなくて、本当はね、あと1回修理班使えるんで、まあ、そう考えると、やっぱりね、マスターメカニックで5回使えるっていうのは、やっぱ大きいかなと思いますね。まあ、まだ仕留められない。で、またバイエルが出る。この戦いは、もう格上戦艦との戦いは避けられないですね。で味方のアカスタが、ニューヨーク燃やしてくれたんで、またバイエルンとの戦いに集中するのみですね。さあまた相手の手法を狙って攻撃力低下させていきましょう。まあできる限りね、
うん、まあ、ただ破壊はできなかったんで、すぐ艦を盾にしてまた防御姿勢、まあ、今後本当重要戦艦だったということもあって非常に、うん、まあ、この辺りのね装甲も結構優秀ですから、 TI4 戦艦の中でも、まあ、思いっきりね対戦艦寄りの性能をした、まあ、戦艦かなといった感じですね。さあもうそろそろいい加減もう胴体狙ってがっつりダメージ、うん、出していかないと打ち勝てないんで打ってきますけど、しかしバイエルンは硬いですね。もうちょっと、うん、うまくねこれ腹で受けて、まあ、ダメージは軽減できますね。これ先っちょに当たるとね本当大ダメージになってしまうんですけど、さあまた艦首狙って、あ、 OKOKOK 手法飛ばしたこれで勝ち確じゃないか。これ相手はさ、ま、前の手法を一気壊したんで、ちょうどこれ頭に回り込んだら、うん、一問しか使え、一機しか使えないから。後ろの手法使われる前にこれ仕留めたいけど。いやー、ダメか、間に合わない。さあ、これで、バイエルンは撃破で、気づけばまあ3対3。で、あー、あれか、例の、先ほど打ち漏らしたペンサコーラがいますね。さあこれ仕留めていきたいけど、これリロード間に合うかな。前の方は島に当たっちゃいそうだ。あ、当たんないか。これでペンサは撃破。 OK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  で残りウォースパイとニルベルク、うん、どちらも体力かなり低いですね。もうこっちもね、ただウォースパイトに撃たれたらほぼ確実にやられてしまう 体力なんですけど、まあ、状況的には一応、まあ、拠点占領されてるんでこれは撃たなきゃダメか。一応ポイントでは勝ってるんで、このニュルンベルク沈めれば、まあ、あとは大丈夫そう。で味方は仕留めきれないんで援護射撃、まあ、今後は遠距離ほどなんかほんとまとまって手法が飛んでいきますよね。これはいったでしょ。 OK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  そしたらあとはウォースファイトだけ。うん、まあこれはもう、これ味方やられちゃいましたけど、これは別にもう行かなくても、残り50秒生きてれば勝ちですね。拠点に入っておきましょう。うん、まあこれは最後ね、ウォースファイトとの戦いはまあ避けるのが普通かなと思う。まあ今回はね、まあ、結構、まあ主にバイエルンウォースファイト、まああとニューヨークとのね、対戦艦戦闘メインとなったんで、まあ一部巡洋艦もいましたけど、うん、やっぱあと1回修理班があったらね、まあ、ウォースファイトと向き合いましたけど、まあまあ4回しか使えないんでね。というわけで、まあ、今回は、今後使ってみました。まあ防角3枚命中で合計ダメージ141000で、経験値がデフォルト2363と、まあいった感じのね戦績となりました。まあそこそこね、まあ、戦艦相手には本当に戦える戦艦なんですけど、やっぱ14回相手のね、過貫通でちょっとスカッちゃうのがね、目立ったかなといったやっぱ戦艦ですね。まあ、対戦艦においてはね、抜群の攻撃力があるかなといった感じになっているかなと思います。それではね、今回は金剛でした。ご視聴ありがとうございました。